パワードリフトは1988年にセガから稼働されたアーケード用レースゲーム。鈴木博士が開発した。欧州では1989年にアミーガ、アンストラッドアタリト CPC、あたり ST、コモドール64、PC、a t 互換機、MSX、ZX スペクトラムに移植された。日本国内では1990年に PC エンジン、 1998年にセガサターンに移植されたほか、ドリームキャスト用ソフト、鈴木博士ゲームワークスボリューム1、ニンテンドー 3DS 用ソフト、セガ 3D 復刻アーカイブス2にアーケード版が収録された。まず、コースを A、B、C、D、E の5種類の中から、ドライバーを12人の中から選択する。プレイヤー側はドライバーによる性能の差はない。 選択すると、レース開始。コースを4周し、3位以内にゴールできれば、次のステージに進める。前後ステージ。すべてのステージで1位を獲得すると、エキストラステージに進む。AC コースでは、自社がアフターバーナーの時期に変形し、BD コースでは、自社がハングオンの時期に変形する。3位以内にゴールできなければ、ゲームオーバー。 スタンダードバージョンの筐体を接続して複数のプレイヤーで対戦できるバージョンが存在した。通常版よりかなり遅れてのリリースだったためか、市場に出回った数はあまり多くなかったようである。なお、多くのレースゲームで採用されている通信対戦のシステムのように、他のプレイヤーと同時にスタートするだけでなく乱入対戦のようなシステムもある。ただし、 空いている席にコインを投入しても、すぐに参戦できるというものではなく、今行われているレースの次のレースに参加することになる。また、規定順位については先に参戦していたプレイヤーのものと同じではなく、練習ステージからとなる。よって、他のプレイヤーとは異なる規定順位やステージ数となることもあった。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは、合計24点。 月間 PC エンジンでは70.65 80.、80.80、75の平均74点。PC エンジンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、20.37点となっている。また、この得点は PC エンジン全ソフトの中で313位となっている。その他、1998年に刊行されたゲーム誌。 超絶大技林98年春版では、スピード感はあるものの、ゲーム自体は大味な感じ。一色度はいいとは言えないと紹介されている。ありがとうございます。